こいつはひどいね。水を引くために根こそぎってやつだ。おかげであいつらは巣を作る場所を失った。山は誰かのものではない。人のものでも鳥のものでもない。だがあの鳥はこの山の営みの一つだったろうさ。そうだな、前田刑事。さすがは関東一の忍び風魔子だろう。名乗る必要はなさそうだ。風来の身の犬が何しに失せた。棟梁、上杉謙信が関東へ侵攻、いかがいたしましょう。その謙信公に惚れて押しかけ助っ人に参上ってやつだ。わかった、行こう。山の営みより人のこの戦が大事かい。何者にも離れがたいものがある。風魔小太郎は北条家に仕える風魔人軍の首領である。ある時、関東制覇を狙う上杉謙信が北条領に侵入した。北条家の当主である北条氏康は甲斐の武田信玄と手を結び、謙信を迎え撃つべく出陣を下知した。人が生きれば自然が壊れる。だがそれでも人の営みに手を貸さねばならぬ縁由がある。風来坊前田刑事にそう答えた風魔は、主氏康と合流すべく忍びを引き連れ戦場に入る。相手は魔を厭う軍神、楽しめよう。第一話、利根川の戦い。これも座興よ。盗賊の武田軍が上杉の横っ腹をつく段取りだ。武田を迎えるため邪魔なもんは取っ払っとけ。私に任せてください。子犬の身が重い、我の意向感じ悪。絶対負けないんだから。謙信の野郎、何様のすりかしらねえがな。心にでかい顔されるのが迷惑だ。潰す気でいくぜ。そうさま。手際がいいじゃねえか。大したもんだ。一生懸命攻め立てるぞ。守りを固めろ。
ざかしい真似をする。我が相手をしてやる。天の回りは下りは戦線から足で上手は神への愛を片時も忘れぬ。打ちやすく上杉を義務止めとる。越後を捨てることもある。だが打ちやすくこの地を捨て決して。武田軍団の陰に華麗なる忍びの姿あり。行くぞ。さてとサクッと終わらせて武田軍団開門進め。この子は待ちなさいよ。この金付け、まだまだ未熟者よ。ああ、助かったぜ。毎度ありがとうよ。くだらぬさ。こんな入り方。ありゃ、もしかして囲まれちった。シェフィーからは当たるもんだ。助けてやれ。敵将壊してやったぞ。ありがとうよ。これで俺も顔が立つぞ。ついでに剣心の野郎乗っちゃっとけ。中人の様子できる範囲のことしか頼んだつもりはねえ。関東一の勝利を壁にしようか。かかれ。お見事。すべて消し去ってやろう。
その少々の違いで我らは相入れぬらしい。お見事、こう尽くしてやる。あんたとし合って楽しめたぜ。またな。前だけたち面白い。やはり私のお相手するしかないようですね。剣心の相手にふさわしいか分かって差し上げます。味方でよかったぜ。Fuck!
暗示が闘争をたたえる。飛行よくやった。これで戦はひとまず指名だ。このまま